でもここ近年ではそのもう少しこう大きいトレンドみたいなもの自体はやっぱりなくなったというか、細分化したというか、もう絶対にウェブがこれだけ発達していって、その世界から今まではこう、まあ、例えばちょっと前でしたら雑誌媒体とかメディアのこう力でこう新しいトレンドみたいなのが生み出されたというよりは、世界情報を取れない状態だったんですけど、今はもう取れる状態、もうありとあらゆる場所に自分たちがウェブで飛んでいけるので、トレンドっていうか大きいトレンド自体が作りやすくなったっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。そういう意味では自分たちってやっぱりこう洋服のプロなので、物のクオリティもちゃんとチェックをして、で日本人に合ったそのまあアプローチというか着心地もそうですし、細かく編集していって、まあいろんなお客様にいいと思っていただけるようなものを用意するっていうのが、まあ、ビームセーブの使命だと思いますので、これからもやっていく。クラシックなものをどれだけこう今っぽくというか今の気分を大事にしてアレンジできるかっていうことだと思うんですね。ただでもそれってそのすごく大事な味付けなんですけど、あのなんとなく素材感であったり、あとは少し 色というか微妙な色だったりっていうことでこううまく変化をつけていくっていうことで、何なんでしょう、軸になってる、うん、まあそういうふうに商品を用意をしながら、でも自分の軸になっているのはやっぱりそのもの自体がクラシックであるかどうかっていうことだと思うんですね。要は普遍的なものであるかどうかっていうことだと思っていて、まあ言ってしまえばまあ、ある商品を一つこれすごくいいなと思って用意したとしても、それが普遍的なものでなければやっぱりお客様にこう何でしょう、なんか1年気に入って買ったけどこれなんかもういらないって思っていただけるようなものはやっぱり用意したら僕たちのジャンルはダメだなと思っていまして、まあ、そこが一番深い、うん、自分のその一番の太いあの幹になっているようなその軸だと思いますね、はい、その古いものにもこう愛というか、まあ敬うっていう気持ちですかね、敬愛しながらその今の洋服を用意す、も用意す、しっかり用意するっていうのを大事にしている感じがします。なんか本当に自由に、お客様の自由な発想で来ていただいていい時代なのかなというふうに思っていて、それを提案させていただいているという感じですね、はい、ここに行けば面白いものがある、それってセレクトショップの醍醐味じゃないですか。こんなのやってんだ、あビームセーフこんなのやってんだって思っていただけるっていうような、そのお店作りというか品揃えを常に目指していると